バダフシャン州一図、アルゴ地区一図アフガニスタン地滑り災害は2014年5月2日アフガニスタン北東部バダフシャン州で発生した大規模な地滑りによる災害である。土砂崩れは州都ファイザバードの西約 30km のアルゴ地区にあるアーブバリク村で発生した。約1週間にわたり大雨が続いていた現地時間2日午前11時ろ。 大規模な地滑りが発生し、全村約1000世帯のうち、約300世帯が土砂に飲み込まれた。その後、近隣の村から約600人が救助に駆けつけたが、再び発生した地滑りで生き埋めになったとみられている。翌日、捜索救助活動は打ち切られ、州知事は一帯を集団墓地とする考えを示した。5月7日、 大統領ハーミドカルザイが現地を訪れ、住民の不満を受けて、すべての遺体を見つけ出すと、方針転換した。推定4000人以上の住民が家を追われることとなった。5日時点で、水、食料、テントなどの配給が不足しており、4から5世帯の家族が一つのテントで、避難生活を送っている事例もある。また、谷底の川がせき止められて、ダム湖ができ、 結界の危険がある、深みみち子国、ありがとうございます。